松潤さん、いい加減なやつじゃけんほっといてくれんさいというふうなね、広島弁の歌もあるんですよ。吉田拓郎さんの唇を噛みしめて、昔ね、武田鉄矢さんがシリーズもので映画をされてました。刑事物語ですよね。まあ、とってもいいストーリー5編だったんですけども、あれがねずっと続くのかなと思ったらあんまり続かなかったですよね。当時ハンガーヌンチャクなんていうのが武田鉄矢さん流行したと思いますけども、あと灯籠剣とかね、カマキリ、あのなんかね、日本のジャッキーチェーンを作ろうっていう企画であれ始まったらしいんですよ。で、今武田鉄矢さんもまあもちろんね灯籠剣とか使いませんし、すっかりね、あの金八先生になっちゃいましたんで、あんまりね片山刑事って印象はないと思いますけども、今回松潤さんにお届けしたいのが唇を噛みしめての、まあ、歌詞についての、まあ、私の考察なんですけどもね、まあ、その前にちょっと前回お知らせしたあのあれ玉ねぎの下でね、あれ高田さんと3人で話し合ってみたら面白いかもしれないですね。ということで、これからもいろんな曲を私なりの解釈でお届けしようと思うこのコーナーなんですけども、第2回目はこの唇を噛みしめてになります。あの全体やると長くなりますんで、まあ端折っていきますけども、松潤さんもね、なんか地元の方言で歌ってる曲とかあったらそれを解釈してみると面白いんじゃないかなと思います。で、今回唇を噛みしめてなんですけども、なんかね歌詞ね不可解なんですよ。ええ加減なやつだけほっといてくれんさいっていうストーリーで始まるのはとってもね私たちの気を引くつかみなんですけども、次あんたと一緒に泣きとうはありませんっていうねフレーズがあるんですよね。ここでちょっと意味わかんなくなってくるのと、次がもっとわかんないですよ。あの泣きとうはありません、どこへ行くねん、何かええことあったねん、住む気になったら手紙でも出しんさいやっていうところなんですけども、何なんですかねこれね。ええ加減なやつじゃけほっといてくれんさいっていうのは、俺がいい加減なやつなんだからもうほっといてくれよ、あんたと一緒にいたくないんだ、泣きたくないんだ、気持ちを共有したくないんだ、でも何かいいことあったのと、あなたどっかに住む気になったらまあ落ち着いたら手紙でも出しんさいやと。その次なんですよね、季節もいくつか訪ねてきたろうが時が行くのもわからんぐらいに目まぐるしかった、まあむちゃくちゃ忙しくってもうねいろいろ考える暇なかったでここまで来ちゃったんだってことなんでしょうねきっとね。で、歌詞をいろいろと読んでいくとね、本当にねなんかどういう物語なのかわかんなくなってくるんで、未だにこれね2点3点するんですけども、まあなんと言いますかね、最後のところですかね、私が今回言いたいのは、あの選ぶも選ばれんも風に任したんよってことで、まあいろんなことがあったんだけども、この人生ね流れに任して生きていくんだっていうことなのかなと思います。まあ最後までわからないんですけども、はっきり言ってねまあこの唇を噛みしめても解釈がたくさんあるみたいで、検索してみてもね、ああでもないこうでもないっていうふうにいろんなファンの方が意見を戦わしてるんですよね。ということでね、一つの歌詞に対してリスナーさんの経験とか知識とか住む場所とか年齢によって、まあ、様々な、ストーリーがそこにあるんだなと思いましたね。松潤さん、これからもいろんな曲をねいろんな解釈で切ってみてほしいなと思います。それでは本日は以上です。またぜひよろしくお願いします。